はい皆さんこんにちはレック卓拳講師の友嗣です皆さん勉強順調でしょうかはいねなかなか思うように勉強できないという人も多いと思いますなかなかやっぱりやろうっていう気になってもですねまあいろいろ誘惑があるんですよね 本当にまあ日々仕事で疲れたとかですねまあいろいろやっぱり仕事抱えながらやってるとね結構ね夜になって勉強しようかなってた時にも今日はいいかなみたいな感じでもう後ろに回して後ろに回してとかまあなってしまうことってのは非常に多いと思うんですけれどもねでそうすると今度はですねじゃあ今度は長期休みにかけようってするんですよねそう長期休み頑張ろうとねで長期休み頑張ろう頑張れますかっていう話なんですよそうなんですよねもう日々のね生活で クタクタ,ですよクタクタになってるところにですねじゃあ長期休みだよし卓研の勉強だーってなかなかまあ難しいんですよね。えー、で、まあ、例えばですね、あのー、スクールに通っていらっしゃる方だったらね、えー、週にまあ何回かこうスクールに会ってそれで、まあ、ある程度強制的にやっているっていうところもあるでしょう。 ねまあ、そういう方もちょっと長期休みとかはねちょっとパッと抜けてしまうところもありますで独学でやってらっしゃる方もいらっしゃるでしょうで独学でやってらっしゃる方なんか特にまあ多分痛感してると思うんですよねまあ普段ウェブとか DVD とかでやってる人なんかもう溜まってっちゃったりとかですねあ聞かなきゃいけないのは分かってるんですよみたいな、ね、<laughs> そういう感じでまあどん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 溜まってったりするわけですよそうそれでですよ皆さん夏休みですよお盆ですよそう 夏休みがあるじゃないですかお盆があるじゃないですかねここで一気に逆転しましょうよというふうに思いますよね思いますよねさあそこでですね今回ご紹介したいのがこちらですなんか通販みたいになってきましたけどはいまあある意味通販ですよねえー、まあいいんですけどはいえー、2017年ともつく道場お盆特訓、えー、こちらの方を開催したいというふうに思います で,こちらですね、えー、8月14日月曜日日曜まさにお盆でですすまさにおお盆盆の日なんですねでお盆っていうとまあね、えー、帰省したりとかあるじゃないですかまあね帰省する方とかはもう帰省先でやるしかねないというかかもしれないんですけども、ねまあ、例えばお盆特に出かける予定がないと、ね、こここそはもう宅建の勉強集中できるチャンスというふうに思ってらっしゃる方、ね、一日家にこもって勉強なかなか無理ですよね。 いや、それだったら、まだしもですよ。もっと悲惨な状況になる場合があるんですよね。それは何かというとですね、親戚が来る。ね。で、親戚が来てですね、わーわーキャーキャー家の中でまあ騒ぐわけですよ。で、その中でね、ね、ね、私はね、宅建の勉強があるから邪魔しないでくれたまえ。だけど無理ですよ。もうこれは無理ですよ。完全に。ええ、もう状況にのまれますよ。はい。というわけで、そう、一日、朝から。 夜まで、ね、生講義限定でだからもうこれを Web とか DVD とかでやろうじゃないんですよ生で来てもらって、ね、新宿エルタワーに来ていただきまして1日宅見の特訓しようじゃないかとそういうものになってますだからねえー、もうお盆にちょっと集中できそうもないなと、ね、このままだったら流されるかもしれないっていう方でそれからですね、まあ、帰省予定がないで家でやろうという方ももちろんね そう誰かが帰省してきてでそしてあこの状況だったら家ではできないとかね。 え例えば、ね、普段まあ地方にお住まいの方で、ねえー、実家が東京にある方とかはね、えー、お子さん連れてきていただきまして、ね、で8月の14日お盆ぐらいはね,、えーあのー、ねじゃあ、ね、自分の子供はね、えー、じゃあじ,じ,いじいとばあばと今日は一日ね、えー、東京観光でもしてらっしゃいって言ってで、えー、皆さんは新宿エルタワーと<笑><笑>、えー、いう形でやっていただいても構いません。でこちら8月14日というのは 宅建試験62日前ですそう意外とあと2ヶ月というですねそうななななかなかな時間なんですよでこのなかなかな時間62日前に何をやるのかという話なんですまずこの1日で全範囲をやりたいんですでこの時期1日で全範囲を見るっていうのがなかなか難しいんですよね。 例えば今日はこの分野やろう,こう今日はこの分野やろうっていうふうにまあやってですね結構深く勉強してっていうところをやりたいところもあると思うんですけれども結局この一日でやりたいのってある意味健康診断なんですよそう皆さんが苦手としてる分野はどこなのかをあぶり出すチャンスなんです。で意外かもしれませんが 皆さんが自覚している苦手分野と、実は自覚していないんだけども苦手だったところってのはズレが出てくるんですよね。そう自分が苦手だと思ってたら案外苦手じゃなかった。でここは大丈夫かなと思ってたらあれ問題解けないよっていうふうなところって結構出てくるんですね。そうそれを問題の形で炙り出していこうと一日でねもうタケン付けの一日にしましょうというのがまあここの目的となっております。そしてですね。 こちら問題としてはですね、まあ、やっぱり3種類あると思うんですよねその卓球試験50問の中には。 宅建試験50問の中にはもうこれは落としたらま,あまずいでしょうっていう問題それからまあいわゆる合否を分ける問題ですねで、えー、捨ててもいい問題、まあ、これは解ける必要ないでしょうっていうもうこれを50問まあミックスさせてるわけですよね、まあ、大体25問から30問ぐらいこれじゃないですかで大体まあ、ね、10から15問ぐらいこれじゃないですかで大体10問ぐらいこれな感じじゃないですか、まあ、年によってばらつきはありますけど、まあ、そういうイメージですよねさあ皆さんどこやりたいですか っていうと大体の人がここって言うんですよ。そういや合比を分ける問題やるべきでしょう。そうなんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。直前期は合比を分ける問題をしっかりやりたいんです。そう合比を分ける問題をしっかりやりたいからこそその前提になってる絶対落とせない問題は全部取れますよね。そう合比を分ける問題にチャレンジするためのそう基準はちゃんと満たしてますよね。 そこが、この一日で見たいんですよ。ということで、はっきり言えば、はっきり言えば、満点取ってほしい。というのが、この八月十四日の、ええー、お盆特訓の。目標なんです。つまり、一問として間違えてほしくない。そういう問題だけを、全範囲にわたって集めます。そう、合否を分ける問題やりません。え、ここは残りの六十二日間で、ここは残りの六十二日間でやればいいんです。 そ,うその前提条件となっているこちら絶対落とせない問題を落としてしまうと、まあ、ある意味合否、ね、のいや合これができるからって受からないんですよこれができるからって受からないんですよただこれができないと非非合比の比比の方は決まりますそうこれを落とした瞬間「非です。はい ということでそうこれを1問も落とさないでその先直前期にちゃんと合否を分ける問題の勉強できるようになりましょうよというのがこのお盆特訓の趣旨なんです。なのでちちゃくちゃく難しい問題はやりませんえ合否を分けるここが合格者と不合格者がね,ねポイント分かれるポイントなんだよってところもやりません。そうなんです まあこちらはねまたあの別の道場とかまあデルモンチェックとかそういうところでもありますし、まあこちらはもうとりあえずそれは後に置いとこう。こっちですよ。ここを全問取れるようになりましょうよ。そしてそうここの復習をちゃんとやっておけば、だから一日やっといてこの復習をやっておけば次のステップに進めますよというものを一日でやっていきたいわけですね。はい。ですのでちょっと皆さん。 ね、えー、ご自宅で勉強する自信がないお盆はちょっとなんか自分でやる自信がないという方もしくは独学でやってたんだけどもね、なかなかちょっと、えー、暗証に乗り上げてしまったっていう人もまあね、えー、これ救えますよねそう救いの一日になると思いますでそれからね、えー、ちょっと速習講座とかでやっててね、えー、ちょっとスタートが遅れてしまったっていう方ね、スタートが遅れてしまったら追いつかなければいけませんその追いつくための一日にしましょうよ というですね、もう幅広いニーズに適応するこういう感じでですね、えー、やっておりますのでぜひ皆さん8月14日、新宿エルタワーでお待ちしております、ね、しっかりここで基本の基本を固めて残り62日、ね、この残り62日はここ合否を分ける問題の勉強を集中しましょうよということで絶対落とせない問題を1問も落とさないその覚悟で皆さんそう受ける時にはですね 今日は満点狙うぞぐらいいの気持ちで来てくださいそういう気持ちでね意味のある一日を過ごしていきましょうそれではまた8月14日ね新宿・エルタ和コでお会いしましょう皆さんえー、ね約10分間ですけれどもお聴きくださいましてありがとうございました